アルピーヌ A521 は、アルピーヌが2021年の F1 世界選手権、参戦用に開発したフォーミュラワンカーである。2020年までは、ルノー F1 チームとして参戦してきたが、ルノーが、スポーツカーブランドを再生したいと、意思表示をしたため、2021年からは、ルノーの参加自動車メーカーのアルピーヌが名を冠して、アルピーヌ F1 チームへ改名して参戦する。 マシンのカラーリングは、ルノーのイエローから、アルピーヌ車伝統のブルーへと外観が大きく変更された。ドライバーは、昨年から在籍しているエステバン・オコンと2年ぶりに F1 に復帰するフェルナンド・アロンソを迎え、アロンソにとっては2005年と2006年に2年連続でワールドチャンピオンを獲得したフルスへの帰還であり、このチームへの加入は3度目となる。ドライバーは、 エステバン・オコンと2年ぶりに F1 に復帰したフェルナンド・アロンソで新たなシーズンを迎える。バーレーンで行われたプレシーズンテストではマシンの調子が良く信頼性も高く十分に表彰台も狙えるだろうと言われていた。2年ぶりに復帰したアロンソも2年間 F1 を離れていたから学び直すところともう一度なれるべきことめいくつかあるが、 F1 を離れていた2年間も毎週のようにレースをしていたから大丈夫だと思う。とコメントした。開幕戦のバーレーングランプリではアロンソがリタイアでオコンが13位とどちらもノーポイントでレースを終えたが第2戦のエミリア・ロマーニャグランプリと第3戦のポルトガルグランプリではダブル入賞を獲得。その後の第4戦のスペイングランプリから第9戦の オーストリアグランプリまではチームメイトのどちらかがポイントを獲得してレースを終えておりコンストラクターズランキングの中断争いを繰り広げていた第10戦のイギリスグランプリでは再びダブル入賞を獲得そして第11戦のハンガリーグランプリでは後ろから追ってくるハミルトンをブロックしたアロンソのサポートもありオコンが彼自身のキャリア初優勝を獲得し アロンソは4位入賞した。ルノーのワークスが優勝を飾ったのは2013年、オーストラリアングランプリ以来となった。エンジンエネルギーリカバリーシステムパワーユニット概要。ありがとうございます。